こんにちにんにぽねよこんにちにんピーナッツくんタッチテッシーちょっとポンポコさん何ですか今日は仕返しさせていただきます、はい、何のいややられっぱなしじゃ困るんでねほう覚えてないもしかして何かありました僕をパシらせたことを毎日ですかいや毎日じゃねえわというわけで今回は、はい、コンビ VTuber なら相方のあれ買ってきてで伝わる説第2弾おお逆バージョンってこと逆バージョンですあーなるほどもちろんやっていただかないともうバランスが悪いんでなるほど匿名ラジオさんがねやった企画なんですよねこれそうですそうです我々、はい、本当前回も言いましたけど仲いいじゃないですかいやまあねはいもうそれでいいわなんだそれでいいわって否定もめんどくさくなっちゃったもうめんどくさがるなだから、うん、もう僕が欲しいもの、今欲しいもの、もうあれ買ってきてって言ったらもう伝わるはずなんですよ5個ピーナッツくんが買ってきて欲しいものをポンポが予測して買ってくるんだよねこれそうですそうです昼下がりのピーナッツくんなるほどね昼下がりのピーナッツくんが食べたいまあおやつとかってことですねもうこれだけでわかるでしょあーまあ正直自信ありますねあさすがだね行ってきますそう前倒れない昼下がりのピーナッツくんが欲しいものまず一つ目は森永の大粒ラムネですこちらはですねいつももう最近めっちゃ食べてるので昼下がりといえばこのお菓子そして二つ目森永の大粒ラムネでは補えないかゆいところに手が届くそうガブリチューですねやっぱ遠足気分を味わえるじゃないですかガブリチューがあるとそして3つ目昼下がりってねまったりしちゃうからちょっとシャキッとしたいなと思いまして野菜ジュースこれは野菜ジュースなら何でもいいですやっぱねお菓子ばっか食ってると体に悪いですからそして4つ目小腹が空いた時に何が欲しいですか皆さんそう塩むすびですねコンビニにある何も取り繕ってない塩むすびが欲しいですそして5つ目麻婆豆腐これはもうよく食べてるので本当にその買ってきてくれるんじゃないかなと思いましてこれを選びましたさあポンポコさんはこの5つのうちどれだけ買ってきてくれるかなたいはいただいまおかえりなさいいや寒すぎるわいやー待ってましたよ本格的なパシリだったよ寒すぎていや知らない知らないこっちあったかかったからだるその外の話やめてくださいはい早速いきますようわーちょっとこれ頼むよまず1個目ねこちら5歳児ハッピーセットですいやー欲しかったでしょあーやりやがったいやいや欲しかったでしょ欲しかったでしょじゃないやっぱねコンビニにもねあの旅行とか行くときに5歳児が泣いちゃダメなんでトミカ売ってるんですよトミカいらねえわその辺で見かけるね畑のトラクターですねおい誰がトラクターのトミカ欲しいんだよもう一つはあのピアツくん大好きなね20好きじゃなかったですかじゃその20のあステッカーあるんだステッカーついてるよちょっとステッカー何何入ってるのパソコンに貼りなあ20だステッカー20だねステッカー20だ、うん、おいこれが欲しいわけないだろ、うん、昼下がりのピーナッツくんがピーナッツくんも一回ボケたじゃないですか大変だったらボケるのこっちかって知らないよこっちかってボケ返し大変だったんだなんでボケ返しまあっていうのは置いといてですねあーよかったはいじゃあいきますよ一つ目はいもう本当にお願いします一つ目はこちらじゃがりこ昼下がりのピーナッツくんですからこれは合ってるでしょ自信作ですじゃがりこ入ってますか入ってませんなんでやねんもうほんまにいや関西弁すごもうねなかったんだよあれじゃがりこなんて全然食わないよ僕いやじゃがりこみたいな顔してなんでじゃがりこ食わないんだよじゃがりこマジかよまあ欲しいは欲しいけどしかもじゃがりこサラダ味じゃん僕いつも食べてんのチーズ味だけどね食べてんじゃねえかよじゃがりこじゃじゃがりこかじゃあま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 あじゃがりこ、まあ、次は絶対合ってるからいや入ってない入ってない森永大粒ラムネ入ってますあーやったーまあねまあねまあねイエーイ大正解でしょ驚きですわいやいやいや一番わかりやすいんだわすげえこの間動画で言ったとこだろ大粒ラムネ欲しかったんですよはいしかもエナジードリンク味ですからいやこれは本当に、はい、本当に相方やねんな思いましたなんとも言えんわ続いてもう3つ目じゃないですか大丈夫なんかあんまねジュース飲んでるイメージなかったんだよねけど炭酸禁止してるから今そうそうそうでもで絞り出してこれですよ1日のビタミンビタミンドリンクわあああえすごいなぜビタミンこれは入ってませんめちゃくちゃ惜しいんですが何が入ったの野菜ジュースは入れてましたあー
これだとビタミンジュースじゃ。あ、まあ違うな。いや逆に寄せたんだよ、このビタミンドリンクって言おうと思ったけど、野菜ジュース嫌いだからさ。おめえはなおめえだけだよそれ。あ、鈴江やですね。鈴江は何を言ってんな。はい、こちらです。まあ、チキン系チキン系昼下がり一番食べたいでしょ。いやもう食わないだろ。なんでやねんって、ほんまに分からん。関西弁すご、関西弁がすごいんだよ。どういうこと、どういうこと。買ってないじゃん別にチキンなんて。普段チキン、あなたはめちゃくちゃ買ってますよ。ちょっと本当にもう知らないよ。いピーナッツ、あなたはとにかく買ってるかもしれませんが。困った、結構外してる今もしかして。いや外してるよ。いやなんでチキン2つあるんですか。自分の分ですよ。おいお前が食いたいだけだろおい。いや普通にピーナッツくんのエルチキ好きかなと思って。いや正直もうね4個まで絞り出してね、反省しました私。いやお願いします、ほんとに。いや全然ねパシってばっかなんだなって、ごめんなさい、ほんと何も分からなかったです。ちょっと待ってくれよ。最後はほんと正直私が食べたいなって思って買っちゃいました。いやダメなんだって、だからそれが。なんでそれをそういう風に解釈しますかね。僕が欲しいものを買ってくるっていう企画ですよ。なかったんだってピーナツくんの欲しいものが。いや5個あるんだよ。あったんだ。まあこちらです。なんか久々に食べたいなと思って、こんなの売ってんだと思ってね。三色団子です。おいおい本当に分かんなかった。いやあなたも食べてるとこ見たことありませんし。正解教えてくださいよ。はい、森永のラムネは正解です。あ、その次ガブリチュー、あー野菜ジュース、あー塩むすび、昼下がりでしょ、もうご飯食べた後なのに。麻婆豆腐、ダメだろお前、絶対それは違うわ。まあ、昼下がりっていうテーマ総虫じゃん、それ夜ご飯じゃん。全部食べてるの見たことありますよね僕が。あんまない、塩にぎりあんまない。いやあるある。麻婆豆腐は動画ですから。あーオロチマル出てきてます、やめてください。というわけで1点、あもう同点じゃないですか前回のと。いやなんかちょっと内容が全然違うね。前回惜しかった気がするんだよ僕。まあ確かにね、いい線いってましたもんね前回は。そう、うん、だから20と3色団子一緒だからね、ほぼ。マジ外しに行ってるっていうことでは一緒だから。食べてみな、ほら食べてみな、うまいから絶対。いただきます。ああこれが欲しかったわ。嘘つけよ嘘つけよ。最初に食べると美味しいよねこれ。うまいけど、今後はもう僕のためにどんどんパシらせていただきますからね。いやでもやっぱね、買うのうまいやつが行った方がいいよ。プロはプロに任せますわ。でも買うのうまいとかないんだよ。はい、というわけで今日見てくれてありがとうね。また明日、じゃあねバイバーイ。バイバイ、なっつねー。